はい、どうも、ジェイです。マリオパーティー3、パート19やっていきましょう。さあ、今回はドキドキ洞窟やっていきたいと思います。さあ、前回はファンクマップで S ランクを取れたということで、今回また新しいところですね。ドキドキ洞窟やっていきたいと思います。よし、じゃあ、行きましょうか。果たして今回も S ランクいけるんでしょうか。もうここまでノーミスですよ。はい、マリオさんようこそ。勇気のスタースタンプをかけたバトルロイヤル5戦目です。今回のマップはこちらになります。はい、今回はドキドキ洞窟難しさ星3、岩肌に囲まれた洞窟のマップです。まあ、むずそうだな。いけるかなこれ。はい、いきます。最後にルールを確認しましょう。ターン設定はストーリープレイ15ターンの勝負です。ボーナス設定はありハンデ設定はなしです。そしてノーマルパックとなってます。よし、行きましょう。マリオ、ワリオ、ドンキーコング、ヨッシー。となると、あと、今回のデュエルは、ルイージかな多分。よし、行きましょうか。ドキドキ洞窟。なんとか頑張りますよ。はい。じゃあ、なんとか行くしかないもんね、これは。はい。おー、でもなんかちょっと、ここは何かあんのかなこれ。待てだぞ、マリオ。僕は噂のドキドキ洞窟じゃ。なんでマリオだけ名指しなの。岩肌に囲まれたこの洞窟でスーパースター目指して戦うのじゃ。今回の戦いが変えたは約束通り、この勇気のスタースタンプ、スタースタンプをスタンプカードに押してやるぞ。では、戦いを始める前に順番を決めるんじゃ。行くぜ。はい、1、9、4、8。うわ、4番目か。ダメだな、これ、ちょっと。まあ、でもやるしかないか。最後にプレゼント。10ポイントずつあげよう。はい。まずは、最初のスター。これ結構大事だよ。なんか、バッタンがいるんだけど。そして、ドッスもいるんだけど。え？スターの位置はここです。20個入りでスターをゲット。早く早く。え？なんか目の前にあるんだけど、これは何？はい、ワリオスタート。え？20コイン持ってない。そうですね。なんか最初目の前にあるけど、どういうこと？あ、ここでプラスマス。はい、よし、スタート。ここで7。はい、よし。もうまあまだ10コインしかないからね、みんな。はい、現在10コインで、ハプニングマスを通らないのね。アイテムミニゲーム。はい、今回は狙ってバルーン。狙ってバルーンか、でも。これもタイミングよく当てるゲームね。一番後ろにアイテムボックスあるもんな。おお、ここでキーマン。キーマン行ったよ、あいつ。なんなんだ？このドアを開けたいんかな。はい、ドンキーコングスタート。3。あ、待って、あいつ、うーわ。あいつ10コイン。マリオとヨッシーの10コインが。お、うーわ、ちょっとやったね、こいつ。はい、そして、マリオは9。9か。はい。ここで5コインの募金。まあ、とりあえず進むか。進むしかないね、これは。はい、3コインプラス。さあ、ミニゲーム。今回は、はい、ドッスンパズル。出たよ、これ、マリオパーティー DS にも、あと、スーパースターズにもあるね、これ。よし、行きます。これもう、とにかくね、これ、上を押せばいいんだよな、これ。まあ、このゲームは Z か。で、こう来て、いけ。もう最初はね、もう何も考えずに Z した方がいいよ、これ。まあ、待って。まあ、でも、バトルだからな、これ、4人の。OK。もうこれ、マリオパーティー、スーパースターズで、これ、なんて言ったと思う？これ、もう600点以上いったからな、これ。まあ、そもそもこれ、600点以上いかないと、これ、あれなんで。OK。よし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 。いいぞ。いい、全然いい、全然いい。待て。OK。こう来て。待て、そろそろこっちよっか。OK。ナイス！ 103 ポイント。103いきました。だってもう、
ど、マジでこれ、3分で600点いった人、どれだけいるのかな。はい、とりあえず、ここで2を刺繍。そして、ワリオスタート。2。え？ここ、キーマンが必要なのかな。なるほど。そして、9。はい、開ける。はい、開けたね。ここで、プラスマス。でも、ちょっとドンキーゴングに気をつけないといけないな。7。7だよ。はい、ハプニングマス。バッタンキングが寝返った。はい。はい。そして、うわ、また寝返ってしまったよ。バッタンキングは寝返りを打ちました。あ、なるほど。うわ、ここでドンキーと協力は嫌だな。お邪魔コースター。なんで？なんでコイン一番多く持ってるドンキーコングの協力をしなければならないんですか？はい、これは何ですか？二人乗りのコースターに乗って大きさが違う看板を避けてゴールを目指しましょう。はい、移動だけ。コースターに乗ってる人が看板にぶつかるとコースタースピードが遅くなります。何ですか？それって。よし、行きましょう。はい。何ですか？これは。待って、これもう、タイミングゲートだな。OK。あ、ごめん！それは無理だって。待って、落ち着け。やばいな、これ。痛い。悪い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 。そんな避けれるわけなかろうが。もうこれ、どういうこと？待って、それ避けれるはずがなくないか。18秒46？なんで、もう、これの最初の設定された1分っていうのがさ、もう本当に詐欺みたいじゃん、これ。もはや。OK、とりあえずコインはゲット。まあでも2になってしまう。2は変わってないか。でもワリオと同率か、今。そして8。はい、ここでアイテム。どうする？お、買う。キノコを買いましたね、あいつ。はい。そして、下に行って、あー、プラスマス。うわ、20コイン足りるな。はい、そして1。え？これアクションタイム。え、違うな。え、どうするんがいるんだけど。え、あー、逃げてしまいましたね。え、なんかドス乗ってたけど、これは何？ 8。あー。待て、落ち着け。アイテムはなんか買う。ここでキノコを買いました。うわー、そういうこと？おっと？はい。今度は、ああ、反対側に来るのね。ここで、はい。避けたけど、1マス進んでるやないかい。なんでお前は。はい。ここで8。横になったままで失礼。私がバッタンキングだ。もしキーマンがあれば寝返りを打つのだが。ああ、やっぱりこれか。うわ、ここでミニクッパだし。待て、あと3マス先が、あ、ハプニングマス？待て。どうせなら、うわ、待って、あんまり、あれだぞ。じゃあ、ちょっとテレベルでも買っとこうかな、これ。高いけど。まあ、50コインあった時に、これ、あれができるかね。うわぁ。待て、なんか戻されていく。はい。うわ、ちょっと待ってくれ。50個いないとこれ、あのスターを奪えないんだよな、これ。はい、今回は、ニアピンぴったり、うわ、ゴルフゲーだ。マリオパーティー100とスーパースターズであるゲームなんですけど、待って、これ本当にいけるか、これ。よし、行きます。はい、今回は、はい、ワリオから。ワリオから待って、これ10万決めとかないの、これ。なんだ、これ。まあ、待って。OK。あ、待って、あいつ落ちるか ?3.33 メートル。はい、今度はヨッシー。はい、これぐらい打って、あ、落ちるんじゃない？はい、ここで 3.3336 メートル。はい、ドンキーコングは？待って、思いっきり打つな、あいつら。待って、OK、3.34 メートル。あ、ナヤハンター。待って。
ちょっと待って。これさ、上下で左右、ショットの強さのはわかるんだけど、ショットの方向とかわかるんだけど、なんか、上下。あ、なるほど。待って、落ち着け。じゃあちょっとここでボールを打ちます。はい。これいったっしょ、さすがに。さすがにいったよね。OK、いって、1、3メートル。待って、上下が、上下これ逆なのかよ、これ。なんか、下行くと強くなるし、上行くと弱くなるっていうのはなんで？それ、リメイクでは逆になるけどな。まあ、リメイクではさすがにちょっとこれ、上と下がはっきりするようにはなってるんですけども。はい、ここで、ワリオが、ダブルを使って4と、2で6。6。うわ、でもちょっと、これあれだわ、これ。ちょっと萎えるね、これは。まあでもちょっとボーナススターとかでも逆転したいもんな、本当に。はい、次は、ここ。起きたよ。なんとスターがこんなところにやりましたね。嬉しい。いや、本当にやりましたねっていうセリフか、それ。はい。あいつコイン持ってねえのかよ。はい、そしてヨッシースタート。6。はい、アイテムは何か買うか？何も買わない。はい、あと今って何ターン目だっけ？ 4 ターン目か。はい、そしてドンキーコングスタート。ここで、キノコを使っていく。ね、これね、これ、ボーナススターはこれ固定で、あれとあれとあれなんだよな。ミニゲームとコインと、あとはハプニング。まあ、ミニゲームとコインはもういけるんだけど、問題はハプニングなんよ。だから、それでもう逆転をしたいところ。で、ここで進んで5。うわぁ、マイナスマス。ここで1対3か。まあ、でも頑張るしかないよ。どこどこかくれんぼ。うーわ、運ゲーじゃん、これ、マジの。よし、じゃあ行きます。もう本当に一人側はマジあれだからさ、もう本当にどちらも運なんだよね、これ。できるかな、これ。とりあえず、まずは、ここにします。はい。OK! ナイス！なんか一人で全員つけた。なんでそんなことをしたのか。もうなんだ。なんかちょっと、納得もうまくいってないんだけど。OK! これで10コイン。これはでかいぞ。OK。これで24コインになりました。はい。ワリオスタート。ここで6。6。はい。このままでは、はい、寝返りができません。はい。ヨッシースタート。3。3? ああ。逃げていくね。はい。ヨッシーが乗客になってるんだけど。はい。今ってスターどこだっけ？待って、スター、忘れてしまったな。そして8。はい、ここでキーマンがありません。はい。ここでマイナスマス。待って、ヨッシー、これ近づかれた？ちょっと待って、一体マップ見て、今ヨッシーの位置がここでしょ？うわ、待って、2マス先？嘘だ。もう、これ無理じゃん、また。はい、6。はい、ここでミニクッパー。またミニクッパーなの？じゃあ、ちょっと逆さまキノコでも買っとく？これ悩むからね。待て、どうしよう。ここは、一旦ここは、なんかちょっと、ここ行ってみる？はい。あ、ここは行っても何も起きないんだね。うわ、ここで2対2か。まずいな、この状況は。桜もキャッチ。桜もキャッチが来てしまいましたが。じゃあ一旦今回はこの辺で終わりたいと思います。よし、じゃあ次回は桜もキャッチから、なんとか10コイン獲得目指して頑張っていきましょう。ということで、チャンネル登録、高評価、ツイッター、TikTok のフォローも意識します。それでは、さよなら。